こんばんは、ミニマリストユミです。今日は私がまとめ買いしている2つのものをご紹介します。正確には3つなんですけれども、これです。じゃーん、靴下です。靴下ですね。いつも1足ずつ買っていて、お洗濯して、あれれどれとどれだっけ組み合わせなんてことになっちゃってるんですよ。それで今は5足セットでセリアで買いました。セットっていうか5足買いました。3足セットとかも売ってると思うんですけど、そういう風に買うのいいと思います。同じ靴下を買うべきだと思いました。それとまあこれもそうなんですけど、ストッキング、長いロングストッキングもあるんですけど、パンツスタイルの時にはこのショートストッキングを履くことあります。この今プレーンなタイプなんですが、もう一個ですね、何が違うかっていうと、滑り止めがついてるのがあるんですよ。あったあった、これ滑り止めがついてるので、人から見ると分かんないと思うんですけど、もちろん自分が嫌なんですよね、この滑り止めがあるのとないの。なのでこれもどっちかに統一して同じものを買うべきだと思いました。それから本当に大切なものです。それは何かというと、じゃーん、マスクです。これは箱買いしております。いつも箱買いするようにしています。ストックなんですが、2つの袋に分けて入れています。1つはですね、こちらにガーンって入れていて、あとお出かけ前に持っていくんですが、この間も動画で紹介させていただいたんですが、この大きな、フリーザーバッグに入れさせていただいてまして、ここのところからですね、こんな風にって言えないか、これですね、これシューって取るわけですよ。ここハサミで切って、ここからスッと取るわけですね、こんな風に。マスクなんですけれども、本当に世間では今品薄になっていると思います。もしあったら、ご家族のためにもご自身のためにも、余裕がある時に少し買いだめしておくことをお勧めします。すいません、なんかガチャガチャになってしまいました。朝撮ったんですけれども、保存するの忘れて、今夜の11時半過ぎでもう一回撮り直してます。はい、買いだめしたい欲しいものは靴下と、それからマスクです。この動画がよろしければチャンネル登録お願いします。慌ただしくてすいません。ミニマリストユミーでした。次の動画でお会いしましょう。またねー。ピューン。